何その紙袋ああじゃあそこ置かないでよ邪魔じゃん漫画ああ友達から借りた めちゃめちゃ面白いから読んで。いや、読まないけど。なんでって。漫画とかそもそも興味ないし。うん。しかも今、恋愛系って言った ああ、無理無理。表紙見るだけでもきつい。だから読まないって。もうそういうの考えるだけで鳥肌立つんだよ。女の子が読むもんだろ俺に押し付けんな。あ。 まあ、暇ではあるけどああ分かったよじゃあ一貫だけなああマジで俺こういうの刺さんない人だから酷評されても怒るなよ <laughs> <laughs> こんな <laughs> かわいそう <laughs> かわいそうじゃないか <laughs> なんで <laughs> ずっと病気だって隠してたんだよ <laughs> 残された彼女は <laughs>。どうしたらいいんだこれは <laughs>、ひどい <laughs>。あ、あ、こ、これは違うぞ <laughs>。なんか、勢いで、前回読んじゃったけど <laughs>。いや、泣いてる、泣いてるとかじゃない。違う <laughs>。ああ。 まあ、ん何面白かったでしょああまあなんだろうなうん全然まあ <laughs> まあ面白くないってのは言い過ぎかもしんないけどうんまあそそんなかなうん。えっえっ あのさあ,あいつもありがとなああいやなんとなくあなんか後で一緒に買い物とか行く 朝は面倒で行かないとか言っちゃったから。え、どうしたのって。だって、今、優しくしとかないと、いつ、ああいう風になっちゃうかさ、わかんないから。<laughs> これからは、もっと、 もっと大切にできるように。改めて、頑張るから。